ひまわりを咲かない。あじさいも揺れるちぐさに座って、ぐたぐたと空気を吸うのが好きである。しかしそれは月のある夜のこと。そして仲間の泣き声も一つ二つの泡のように消えてしまった頃。竹は夜になると、いよいよ直立する。月が終わって、風がないからである。本流は末に苦行性、注目末に苦行性である。本流の背中は黒く濡れている。目は金に光る。低く潜り高く登ることが好きである。沼の右側は竹林、左側は草場。本流は土の壁を登っていった。窓手をかけて中を覗くと、畳の上に月明かりの時計がある。片目をつぶり、本流は片目で笑いを今日呼んだ。
坊主の頭から直立一本の光の棒、それが揺らめきだんだん光まか細い板柱、それも消え見ると坊主は消え失せていた。少女は寝返りを打った、眠ったまんま片目で笑い、ボンルは少女の薄い布団。